2つの事業を運営しております。で、1つは難しい名前で言いますと、就労継続支援 B 型事業、 B 型があるということは A 型があるんですね。血液型ではなくて A と B しかありませんけども、 B 型事業っていうのがあります。これを平成11年に立ち上げた方々がいらっしゃるんです。で、その他にもう一つ共同生活介護事業っていうのがありまして、俗に言うところのグループホームです。で、ケアホームとグループホームは違うんですね。ケアホームっていうのはヘルパーさんとか、そういう介護が必要な方が入るホームなんですけれども、私どもが運営していますのは生活介護事業ですので、自分のことはある程度自分でできるっていう方たちのホームです。そこはですね、知的障害を持つ方々のどちらも就労の方もホームの方も知的障害を持つ方々の事業をしております。精神障害と知的障害は違うんですね。で、知的障害ですから IQ が少し低いとか、それから多分日常生活は支援がないとやっていけないという方々の施設なんですけれども、お経の中で法華経では特に菩薩業の実践ということを言われますね。たくさんお経の中で出てくる言葉は菩薩様の修行、実践しなさい。でも私はお坊さんになった時に菩薩業をしていく立場なんだっていうふうに思っておりました。これはおごりですね。本当は一般の方々の中に菩薩業をされている方の方がたくさんいらっしゃる。僧侶という立場であれば菩薩業をするのは当たり前のことなんですね。自己のためよりも人様のため、利他のために動くっていうのは当たり前のことなんですけども、当たり前のことを当たり前のように人のために働いていらっしゃる方々がたくさんいらっしゃるんだということを私はこの NPO に関わって知りました。先ほど B 型事業のことを言いましたけれども、これを平成11年に立ち上がってたんですけれども、どういう方たちがその施設を作ったかと申しますと、養護学校ってありますよね。もう小学校から中学校、今高校もあると思うんですけれども、養護学校に行かれてる子どもさんを持たれたお母さんたちが学校を卒業した後にこの子たちの行くところがない、あるんですよ、受産施設いろいろあるけれども、自分の子どもに合った施設なり、それから能力に合ったところっていうのが見つからない。ならば普通のお母さんですよ、ならば自分たちで作ろうと言って就労継続支援 B 型事業っていうのを作ったんです。何をするかと申しますと、難しい作業はなかなか難しいですね、彼女彼らにとって、姫路に大きな農家さんがありまして、無農薬有機栽培の農業をされてるんですね。で、そこでできるお野菜は除草薬を使わない、もう極力使わないということは、草取りとそれから虫ですね、虫がついたり、それの毎日毎日草取りをし、もうビニールハウスの中はすっごく暑いんです。外も炎天下、そういう中で、草を取ったり、それから収穫にも多少関わったりするんですけれども、そういう作業をする仕事を農家さんに交渉して、自分たちの子どもたちをそこに従事させていただきたいということで、一つのグループを作りまして、ここの中にはですね、そういう事業を起こすときに必ず自分の子どものためとかだけではなく、市から依頼された他の方々たちも受け入れて、
ただ今はですね、15人定員なんですけれども13名、障害者の方がそこに働いてまして、職員が7名から8名付き添っております。そして、皆さんはご存知かもしれませんけれど、障害者さん、障害者年金っていうのをいただくんですね。で、年金は、結構かなり長くです。そのお母さんたちのすごいところは、障害児を持つ親御さんっていうのは、2パターンあると私は今感じてます。障害があるんだから、いただいて、皆さんから助けていただいて当然だ。政権が変わったり、いろいろなそのランク付けなんかが変わりますと、いただく年金も減額されたり増額されたりするんですけれども、それも不満に思う、障害があるんだからなんで減らすんだみたいなことも思われる方もいらっしゃる。でも私がこの関わっているお母さんたちは、一生涯この子がいただく年金はこんなにいただく、少しでも社会にお役に立ってその年金も返したいっていう方たちなんですね。すごいと思うんです。で、本当に少しのもう時間給何十円ぐらいです。月にすると何千円しかいただけないお給金なんですけれども、それももういただかないで、結局今はそれをいただかないで、その例えばですね、皆さんほうれん草ってこれぐらい30センチぐらいのほうれん草収穫しますね。これは出荷できるんです。これ5センチ伸びちゃうともう出荷できないんです、規格外で。なのでそういう廃棄するお野菜をいただいて、今は私たちのグループホームの食料にしております。最初の頃はグループホームがございませんでしたから、お給金でいただいてたんですけれども、平成11年に立ち上げた事業もおかげさまで赤字になることなく今まで継続しております。その後ですね、18、20歳ぐらいで卒業した子どもたちが年々、30近くなり、30を超えることもありますよね。親も年を取ります。体も自信がなくなってくる。その時に自分が病気で倒れたらこの子たちはどうして生きてくるんだろう、自分がもっと先に、この世からいなくなった時にこの子たちは誰が面倒を見るんだろうっていうお母さんたちの不安がありまして、じゃあ家で面倒を見れないんだったらグループホームを作ろう。すごいですよ。もう全く姫路にはそれなかったんです。今でもモデルケースですけれども、自分たちのお金を持ち寄って、条例などをクリアし、ややこしい手続きを踏んで、そして、自治体と駆け寄ってある、大きな堅牢な家を見つけまして、そこの1階を改造いたしまして、6つの個室と1つの宿直室、夜寝泊まりする支援する人のお部屋を作り、そこに自分たちの子どもを入れました。そして当然公の支援を助成をいただくわけですから、姫路の方からこの人をお願いしますって言われた方も受け入れて、現在20代から70歳代までの、女性が2人、男性が4名の6人がそこで暮らしております。住所も全部そこにもう住民票も移して、しまうんですね。そして、1日の生活の中で夕方の4時から翌朝の9時までがそこのグループホームでの生活になります。